ノイズキャンセル付きのヘッドホンはすごいかもしれない。今日のご飯の時間です。これ何ですか？トロタマひき肉グレタン。これ何ですか？ズキニの炒め物。これ何ですか？サラリ。これ何ですか？キャベツのスープ。これ何ですか？はい、ということでですね、メーカーから、届きましたシリーズということで、今回はですね、まあ、間接的にギターに関係ある、ものが、届きました。何かというと、まあ、タイトルにもなってると思いますが、ヘッドホンですね。で、前回君ヘッドホン紹介したやんけっていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけど、これ外しておきましょうかね。紹介したやんけと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、これはですね、普通のヘッドホン、普通の Bluetooth のワイヤレスヘッドホンです。でね、一応その、なんか、なんでしょうね、病院の待合とかね、なんかその外でね、音楽聴いたりするときは、この AirPods をね、使ってて、で、このノイズキャンセルとその外部取り込み音、これめちゃめちゃ便利で、だから音楽聴きながら、その、ね、外音取り込みにしてたら、その名前呼ばれた時に分かったりします。まあさすがにね、病院とかでね、このヘッドホンしてると変ですけど、まあなんかね、音楽聴くようにヘッドホンがあったらいいなと思ったり、しているので、この実力を、ちょっとね、見ていきたいと思います。さて、どんな感じなんでしょうか。一応ね、中国の方から、メールが来て、届きました。はい、じゃじゃじゃーん。お、あ、いろいろケーブルがありますね。このケーブルがあるということは、ひょっとしたらね、このケーブルがあるということは、ひょっとしたら、まあ、ワイヤードでも、使えるんじゃないかなというふうに思います。その前紹介したその楽器用の全然その遅延のないワイヤレスのヘッドホン、あれは本当にもうあのスカイプとかズームとかのね、オンラインレッスン専用として使ってるので、まあ、ここで音楽聴いたりとか、かつムスタングマイクロの時とか使う時とか普通にイヤホン使ってたりするんで、まあ、これはね Bluetooth で飛ばせないんですけど、当然だから、まあ、そういう時のためにこれでね、ワイヤード状態にして、使うという作戦もありかなと思います。なんかね、これイヤホンでやってるとイヤホンの方が手軽でいいかなと思ってたんですけど、イヤホンでやると、ちょっとね、こう体勢によってうまくこう、僕ね、耳の形が多分変で、うまくはまらなかったりして、ずれてきたりするので、こうヘッドホンの方がいいかなという気もするので、これが、使える感じだと嬉しいなという、感じですね。感じですね。はい、感じをいっぱい言ってますね。さあ、こんなケースに入ってきました。ちゃちゃちゃん、これだからそのね、カバンとかにね入れてね、最近の若者とかはカバンとかに入れて、あ、ちっちゃい、カバンとかに入れてこう収納するんでしょうね。あー、でもこれはワイヤレスで、これなんか憧れますね。いいっすね。いいっすね。だから、この穴で多分そのワイヤー付き、ケーブル付きの状態にもできるんではないでしょうか。さあ、じゃあそうですね、スマホで、Bluetooth で飞ばして、聞いてみましょうか。あ、嬉しい。多分これ充電の端子だと思いますけども、USB-C だと思います。多分ね、これね、 USB-C ですね。でね、そのまあこのヘッドホンのレビューなんですけど、残念ながら僕の主観というかね、音をお聞かせする方法がないので、僕の主観というか僕の反応を見て感じてもらいたいんですけど、で、僕頭がでかいので、これ全開に伸ばします、いつも。はいですね。で、スイッチオン、ね、初めて触るものを説明書見ずにやるというね。あ、多分これペアリング状態ですね。そしたら、つけた状態でお届けしていきたいと思います。 LR どっちですか。これこっちが R ですね。お、すごい、これノイズキャンセル効いてるんじゃない。ここにね、NC っていうボタンがあるんで、これが今緑に光ってるんですけど、これ一回押すと、消えた状態で、はんはん。あ、これ外部取り込み音になってない？もう一回押すと、緑になって、あ、すごい！静寂です。すごい静寂が訪れました。
すごいすごい。だから外部取り込みオンモードか、あのノイズキャンセルモードかにの2択か、あれこれはどうなんだ、ちょっと説明書読んでみます。なるほど、わかりました。この状態、緑の状態、ノイズキャンセルボタン1回押して緑の状態が、ノイズキャンセルモードだと思います。何も聞こえない、あの隣にね学校があってね、多分学校のなんか賑やかな声が入ってると思うんですけど、それが全く聞こえない。でこの点滅状態が外部音取り込みモードだそうです。あ、聞こえる聞こえる。あ、ちょっとなんかやっぱりマイクで拾ったっぽい、感じになりますね。あ、これはいいですね。ちょっとノイズキャンセルの状態で、iPhone とペアリングして、聞いてみたいと思います。すごい何も聞こえないので、あの喋りにくいんですけど、じゃあ iPhone とペアリングして、ケニーバレル聞いてみます。まあ、そんなに僕ね、いろんなヘッドホンをたくさん試してきたわけじゃないですけど、まあすごいベースがブーストされてるとかっていうわけでもなく、まあ結構ナチュラルな感じの音色で全然、楽しめると思います。まあめちゃめちゃこだわる人からしたら、あのお前何言ってるんだっていうことになるかもしれないですけど、あの普通に音楽を楽しむ、リスニングで楽しむ分には全然全く問題ないと思います。でなんかね、ベースノートをそのアップしたりとか、ベースノートをダウンさせたりとかっていう機能もあるみたいなんですけど、それでちょっと聞いてみましょうか。このベースのね、アップダウンノーマルがあるんですけど、まあ、これはねノーマルでいいかなっていう感じですね。まあ、特にズンズン重点音で聞きたい人は、まあ、アップしてもいいと思いますけど、なんかあのダウンにするとちょっとスカスカ感が出てしまうので、やっぱノーマルが一番バランスがいいかなというふうな、感じです。で一応あの僕あんまりそのヘッドホンした状態で電話を受けることがないんですけど、一応まあ電話も受けれるみたいですということですね。あの一番このね、ヘッドホンで、まあ、音質はあの普通の波の、音質だと思います。で一番僕がすごいなと思うのはこのノイズキャンセルですね。ノイズキャンセルが本当に優秀、本当に優秀で、本当につけたらあの喋りにくいぐらい何も聞こえないです。はっはっは。その外部取り込み音をオンにした時に本当に、まあ、つけてないみたいではないですけど、あの それはねやっぱりこの、こっちの AirPods Pro、 これ本当に、まあ、つけてないみたいまではいかないんですけど、ちょっとそのマイクで拾う音がちょっとマイクで拾ってる感はあるので、あれなんですけど、まあ、でも外の音はよく聞こえるので、なんでしょうね、まあ、嫁ヤングがここにいて、なんか YouTube とかで音楽聴いてて、で話しかけられても分かるような感じだと思います。はい、これは結構ね、7000円ぐらいだったかな、結構お安い感じで買えるので、このワイヤレスのもう本当に Bluetooth のヘッドホンとして、まあ、これはこれでそのね、あのギターを弾こうと思ったら、こういうあのワイアードの状態にして、ね、ムスタングマイクルとかにつなげて、弾かなければならないと思いますが、これはこれでそのワイヤレスヘッドホンでノイズキャンセル付きで外部取り込み音付きのヘッドホンとしては割とお値段以上な感じはしますね。このね、しかもね、イヤーパッドが結構ねいい感じで、僕の耳にはすごくフィットしました。はい、ということでなんかあの思ったより良かったです。はい、それではですね、一応この、ね、ギターに関することもやっておいた方がいいかなと思いますんで、このムスタングマイクロにこのワイヤードでね、ワイヤードで、刺して、ケーブルを刺した状態で、弾くとどんな感じかというのも一応検証しておきましょう。さあどんな感じでしょうか。この、ね、ノイズキャンセルがすごいですね本当に。すごい静寂の中でギターを弾けるんし、ギターの音に集中はできるんですけど、あの若干あのレイテンシーというかね、遅れが出てきますね。で結構ねこのね、有線でつないでもその Bluetooth 製品はレイテンシーが出る問題というのはですね、こういうねアンカーとかの、アンカーじゃなくてもいいんですけど、こういうモバイルスピーカー USB の iOS じゃない、Bluetooth のモバイルスピーカーでも有線でつないでるのに遅延があったりするんですよ。
だからこれもその系ですね。これはだからその楽器演奏用にはちょっと向かないヘッドホン、有線で繋いだとしても楽器演奏用としてはちょっと向かないヘッドホンだと思います。ということで興味ある方は下の概要欄に、URL Amazon の URL 貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、これねコメントあるかな、僕の持ってるヘッドホンこんな感じだよとかっていうコメントがあったりしたら、ぜひ書いてみたりしてみてください。ということで今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。